大阪府道606号西宮豊中線は、兵庫県西宮市から大阪府と夜中市を結ぶ一般県道、府道である。兵庫県西宮市で国道2号と接続する北今津交差点が起点である。北今津交差点から領土町交差点まで都市計画道路、今津再線として南北に結び、領土町交差点で分岐する。ここから、阪神、 淡路大震災後に整備された都市計画道路急条前線として阪急西宮北口駅付近までを東西に結ぶ西宮市高松町付近新道と旧道東側から撮影阪急今津線急条前踏切を越えた西宮市高松町付近で旧道と新道に分かれている旧道は阪急西宮北口駅南東口前を経由し二輪以外の 自動車進入禁止の区間となっている。振動は、阪急西宮ガーデンズの脇を通る2車線道路で、阪急電鉄が、阪急西宮スタジアム跡地の再開発事業として、阪急西宮ガーデンズを建設する際に、スタジアムの敷地内に作られたものである。阪急西宮ガーデンズ完成後に、兵庫県に売却されている。この計画は、 球条前線の通信ルートと称されていたが、周辺では環境悪化と交通渋滞という理由で反対運動が行われていた。上向橋西宮市松並町と天が崎市南向の総九丁目を結ぶ上向橋は、かつて自転車歩行者専用道路専用橋と福院4.5メートルの大型車通行禁止である一車線の車道専用橋の2本が架橋されていたが、阪神 淡路大震災の際、東道路の南側を並行する山手幹線が西宮市側の反対運動により加強されておらず、東道路が主要な代替ルートとして用いられた。1927年加強であったことから、老朽化に伴う掛け替え工事が行われ、歩道と車道をまとめ、福音7.5メートルの二車線道路に拡幅した新たな橋が2008年春に加強された。 南向の総六丁目東交差点から向野町二丁目、東交差点までは南北に結び、途中阪急神戸本線を縦断するが、歩道のない二車線道路であり、生活道路に近い。天ヶ崎市向野町二丁目東交差点から塚口、本町六丁目北交差点までは、都市計画道路園、谷市向野線として、再び東西に結ぶ。なお、2009年9月より、 富松城後前交差点から塚口本町六丁目北交差点にかけての 1.2km に2013年より向この荘三西交差点から塚口本町六丁目北交差点にかけての 2.4km に自転車専用通行帯が設置されている塚口本町六丁目北交差点からピッコロシアター南交差点までの区間は兵庫県道13号と重複しており それぞれの交差点で再分岐。JR 宝塚線を立体交差で超える。那高寺交差点付近から東園田町付近までは県道に指定されているのは非常に境外な道路で西行き一方通行の部分や50メートル程度だが自動車の通り抜けが不可能な区間もある。兵庫県天ヶ崎市内の一部と大阪府内の全線は 国道479号大阪内環状線の延長であり、府県道に指定されている部分も国道479号とともに大阪内環状線と呼ばれることがある。阪神高速11号池田線及び大阪府道10号、兵庫県道100号大阪池田線と交わる加密島、交差点伊動は交通量が非常に多い。 全区間を通してみた場合、いくつかの東西方向の道路を継ぎはぎした間があり、全区間を走るような車は、まずない。ほぼ全区間において、南側に四車線の山手幹線が走っており、全区間を走るのなら、こちらを使った方が早くなっている。2023年度までの事業予定として、塚口本町六丁目北交差点から、三菱電機伊丹製作所敷地内を地下トンネルで、 通過下川を橋梁で溶かし、東園田町に至るバイパス道路を兵庫県が主体して事業中であり、これが完成すると経路が変更される可能性がある。向こ町2丁目東交差点から西方へ走り、向こう側を渡る計画があり、向こ町3丁目付近に計画空地が用意されている。自転車レーンの設計、運用上の留意点及び整備効果についてヤフー地図では、 606号線部分にも内環状線の表記が見られる。2020年2月14日閲覧。都市計画道路園、谷しむ湖線甘がさ市、その谷し湖線、みその工区、建設に本格着手。交通円滑化え。ありがとうございます。